はい、ゆうくの皆さん、おはようございます。2月19日、政局ウォッチナウです。今日はですね、松木健康さんのお誕生日の日なんですね。ちょっとですね、最近の、週明けから2月17日、令和新選組の山本太郎党首がですね、次期衆院選に向けた候補者を発表したり、ちょっとそのあたりで動きがあって、こう旧小沢系の先生方も、令和に合流する。でこれ松木健康先生もですね、もしかしたらだけどわからないけど北海道の候補、ここの中にエントリーするんじゃないかとか、何かこう共闘するんじゃないかとか、ちょっといろいろ考えられたりもしないでもないので、まあ、そうした空気感も顔も今日は探っていきたいなと思っているところです。松木先生にも久しぶりに会えるから嬉しいなと思ってるんですけど、松木先生っていうとね、幸せの土台作りの原点に立つっていうのがすごいこう目標にしてらっしゃる方なので、本当にいつもハートウォーミングな方です。幸せの土台作りってなんかいいあったかい言葉ですよね。はい。そして、今日ノートの新しい更新のお知らせです。令和新選組がね、次期衆院選で新たな独自候補を出してきました。立候補予定者を発表してきましたので、そういった方々を最新の議席予測に追加いたしました。ぜひ最新の議席予測、私のノートからお求めください。うちのインターンのね、情勢アナリスト、ルタ君とともに、これね、ルタ君の方が一生懸命グラフを作って、評価の方はチャオも、そしてルタ君も議席予測、統計学を駆使して、まあそういったところで私たちこれ作ってますが、どこよりも早く、そして、大手マスメディア、そしてね、週刊誌なんかでよく議席予測ってありますけど、弊社の議席予測は大変手が込んでます。まあお求めいただいた方はもうほぼ皆さんリピーターで、大変なんていうのかな、参考になってるというようなご意見をいただいているので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。さて今日はですね、大変なニュースが飛び込んできたんです。実は昨日YouTube でですね、山本太郎さんが初めてご自分の令和新選組の公式アカウントから YouTube ライブをやったんですね。でたった30分だったんですけど、まあ、それをですね、私ちょっとフリージャーナリストの方と、それから YouTube のね、チャンネル登録されている方から教えていただいて、まあ、それで本当に知ってびっくりして、ちょっと改めてアーカイブスを聞いてみたりとかしたんですね。この中に次期衆院選に向けて、令和新選組に対して、まあ、ある圧力とも言えるような言葉、まあ、これっていうのはね、今の安倍政権もそうなんですけど、まあ、あのホテルに対してとかね、何か圧力があったりしたいけないし、忖度とか萎縮っていうのは与党であっても野党であっても私はいけないと思います。そして選挙を妨害するっていうのはね、ダメだと思いますし、民主主義の基本はやっぱりいろんなね、言論や活動、いろんなことを阻害したり排除したり、圧力をかけるっていうのは、こういったことは私は何であっても良くないと思ってます。まあそんなこともふといろいろ思いましたけれども、まあこういったネットのね、発信っていうことができるようになって、政治家また政党も変わっていく2020年代、今そんな過渡期に来てるんじゃないかなと思います。この後ぜひ私の番組聞いていただいて、衝撃の政局を担う最新のエピソードぜひ聞いてください。それでは今日もよろしくお願いいたします。チャオ。この後ですよ、このままチャンネル続けてください。びっくりする話が聞けると思います。はい、ゆいこの皆さん、こんにちは。政局ウォッチナウです。なんとですね、昨日の夜8時、令和新選組の党首山本太郎さんが30分だけ YouTube で初めてのライブをしたということを、令和新選組の熱心なサポーター支持者の方から、教えていただきました。それでですね、その中でだいぶ衝撃的なことをいろいろ語られていて、これね、永田町の人たちまだ知らないんじゃないかと。そもそも、政局ウォッチナウ YouTube に参入してよかったあったなと思うのは、政局の最前線、与野党の政局の最前線、いろんな情報を、やはり
つかむのが政局をつかむことですけれども、まあ、れいわ新選組 GDP の速報値が出た2月17日にですね、午後2時から党本部で記者会見をして次期衆院選の第一次公認を発表しました。そして18日の日にですね、静岡2区に候補者を立てる、これ立憲民主党の、県議選で静岡選挙区から2回チャレンジした方が出たという、民主党それから立憲民主党でチャレンジされた方がね出たっていうことなんですけれども、ここの選挙区麻生派の井林さんという安倍チルドレンの方が、お出になってますけど、そこに、立憲の候補が、出ます。国民民主党の支部長もおられます。メルリー・リンチの日本代表というねすごいキャリアの方と、まあ、ここ静岡2区激突ですけれども、まあ、どんどん山本太郎代表を率いる令和新選組どんどん候補者を立てている、そんな中でですね、今新型肺炎の関係でおしゃべり会議、全国いろいろ縦断されていらっしゃる会を、見合わせて、その代わり、ネットライブをどうも始めたようなんですね。やっぱり令和新選組ですとか、N 国ですとか、去年の参院選でネットでねものすごく押し上がった政党ですよね。その政党の党首がアメリカ大統領選の民主党候補のサンダースさんたちとか、ブティジェッジのような感じで、やられたらですね、まあ、すごい、拡散力影響力が出てくると思います。で、私がキャッチした衝撃の話というのは、長妻さんがテレビ番組で山本太郎さんに野党共闘で、今回の、夏の都知事選山本太郎さんに出てほしいという白羽の矢がっていう話なんですけど、これ実はね私もね令和新選組の関係者の方からキャッチしてた話では、実はもう昨年のうちから山本太郎さんがオファーされてたっていうような、長妻さんに。で、まあ、今日なんと昨日2月、18日に山本太郎さんがその話をね、自身の令和新選組のアカウントで激白するという、もうこれちょっとやっぱ聞いてみないといけないので、まあ、ちょっと山本太郎さんがどう言ってるかっていうのを良い子の皆さんと共に聞いてみたいと思います。ぜひ聞いてください。さあ、なぜ寝るシャツで襟を立ててるんですかって話なんですけど、これじゃないこれじゃない、立憲とコミュニケーション取れてますかっていう話ですね。来たこれだよこれ。昨日ね、私たち令和新選組は昨日、第一次公認の、予定者をですね発表しました。全部で、首都圏の、立候補者7人、まあ、これは第一次公認ってことですね。で、今は首都圏以外のところで候補者を立てるということで、順番に第一次公認の方々の、地元にお伺いしてます。で、今日は静岡県にお邪魔したということなんですね。で、昨日の記者会見の中で、要はあれは誰かな、フリーのジャーナリストの方かなが、立憲さんのところの集まりに行って、直接福山さんかな、福山さんに山本側と話をしないのかっていう話をなんかされてたんですけど、何度言っても応じてくれないみたいな話になってたんですけど、私と直接話したのは1回だけなんですね。で、その時に電話の切り際で近々、一婚っていう会話で終わったんですよ。近々一婚って話ですね。まあ、でもそんなもともと一緒にご飯食べに行くような仲でもないですし、一婚って言われたってね、その一婚から何か話がスタートしちゃう可能性ありますから、なのでそこはスルーしたって話ですね。今度ご飯食べに行きましょうよなんて芸能界でもよく聞くなんていうか文句ですから、お話ですから、じゃあまた今度ご飯食べに行こうねっていうのを電話切り際に言われたんだっていう認識です、私からしたら。で、もう一つ、なんか長妻さんからもなんか自分たちはずっと山本側に、令和新選組側にずっと、アプローチをしてるんだっていうようなことがなんか言われてたんですけど、まあ、あの場ではちょっと言わなかったんですね。そんなこと言ったらまた炎上するなと思って、本当のこと言っちゃったらここで言ってもええかな。どうしようかな。すごいですよ。 YouTube の29分ぐらい28分ぐらいから立憲民主党の幹部長妻さんが何を言ったかっていうのが、山本太郎さんが山本太郎さんの YouTube 初ライブで、なんと2月18日8時から革命が起きますよ、8時29分この発言聞いてください。いくよ。すいませんね、テンション上がっちゃって。そうやね、確かに長妻さん側からはお話があったんですね。要はお話がしたいと、
で、何の件に関してでしょうかっていうことを返したんです。したら、東京に関してだっていう話だったんですね。要は東京の選挙区についての話ですかね。消費税 5% とかもともと関係ない話なんですよ。当然ですね。だって選対委員長ですからってことです。で、私はもうその話なのだったら、私が直接代表として会っちゃうとスタートしちゃうわけですよ。 5% の話も始まってないのに。だから私は直接お会いすることが難しいので、別のものを立てます。でお会いするのは長妻さんでいいんでしょうかって話をしたら、じゃあ、こちらは別のものをつって、向こう側が、また違う人をよこすことになって、お互い話すことになったんですね。それぞれの代理でってことです。で結局何だったかっつったら、まあ、これ言いづらいな、来るよ、まあ、要は自分たちの選挙区に擁立するのはちょっとやめてほしい的な話です。端的に言ったらちっちゃい言っちゃった聞きました、ちっちゃいって言ったんですよ。ちっちゃいナウ、もう令和新選組党首山本太郎さんの爆弾発言来ましたね。いやーすごいですね。なのでまあそういう細々した話し合いに応じる必要はないなと思ったってことですね。それがいつ頃かっつったら、おそらくいつ頃やったかな、これやったかな、秋ぐらいかな、秋のもうちょっと先かな、それぐらいですね。なのでもうこれは、向こう側が 5% ってことに対してしっかりともう、判断をするというようなところに行かなきゃ、話は進まないと。ダラダラと手前で話してたとしたって 5% の答えはもらえないまま、なんとか多く立てるのはやめてくれっていう話し合いでしか進まないなっていうふうに判断したんですね。はい。もうお時間となってしまいました。楽しい時間はあっという間だ、すいませんというわけで、また明日同じ時間に皆さんとコミュニケーションをできればと思います。で皆さんね、打つの早すぎ本当にすごいです。のぞみ乗ってて停止、通過駅の、なんだろうな、駅名を読み取るぐらいの速さがなきゃこれキャッチできないですからね。本当にすごいです、本当に。というわけです、このようにですね、定期的に30分間皆さんとコミュニケーションすることを前もって、予告しながら、ちょこちょこやっていきたいと思います。で今回私旅に出てます。今日は、静岡です。で明日は愛知です。で次の日はもう関西に入ります。この間もですね、何かこうロードムービーっぽく、まあ、移動車はハイエースに5人の男が乗り込んで移動してるんですけど、ものすごい男臭いんですよ。本当に臭い、おっさんばっかりやもん臭い、目に来る、本当に粘膜に来る、まあ、ということでそういう様子も車の中からとかですね、中継できたらなと思います。ただし明日の、同じ時間の30分間は今日と同じように、明日明後日の30分間はこのような落ち着いた形で皆さんとやり取りができたらというふうに思います。チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。あ、こんなん言ってみたかったんですよありがとうございます。というわけでまた明日、ありがとうございます。すごいですね、良い子の皆さん、大変ですよ。地殻変動が起きました。山本太郎令和新選組、今 78,300人、チャンネル登録者数がいる山本太郎さんが YouTube 2月18日からライブ配信で降臨してきてですね、政党党首自らがいろいろ激白して、亀井静香さんに一緒に令和やったりいろいろご指導いただけないかってお話ししたこととか、馬淵さんに先生に対して減税の会とかやってることについてとかいろいろ話して、まあ、この二人に対してはまあ、 ある程度のリスペクトを感じられるんですけれども、長妻昭選対委員長、立憲民主党のね、と、お話ししないかって言った時に、まあ、高等の党首と選対委員長が会ってしまうと意味を持ってしまうので、やっぱり人を間に一人立ててお話を、代理人を立ててお会いしたらしいんですよね。その中で、まあ、長妻氏側の代理人が言ったことは、東京選挙区で、立てんなと、候補、まあ、バッティングさせるなよっていうことをおっしゃったらしいんですね。山本太郎先生、一言、ちっちゃいなみたいなことをおっしゃってます。いやー、これ相当腹が立ったんでしょうね。まあ、支部長を、そう言った中で令和新選組は東京10区8区2区と立ててきましたけれども、
やっぱりそれぞれがそれぞれ競い合ってるわけで、出るなっていうのを、こう言う権利はいくらなんでもないですよね。まあそういうところで、選挙は誰が出ても自由、原則自由なわけで、確かにそれは自民党にじゃあ野党共闘しないと利するじゃないかって意見もあるかもしれませんけれども、ですが、だからといって、これは別に令和に限らず、どの党が出たって共産党とかだって、いくら野党第一党だからといって、出るなよと、じゃあ自分たちは出していいのかって話になりますよね。例えば夏の参院選、静岡選挙区で榛葉先生に対して徳川家広氏を立てたりとかですね、後出しじゃんけんで言えば東京9区、菅原一秀前経産大臣のもとに高松聡さんという国民民主の国会議支部長候補を出したところに、夏の参院選で敗れた山岸一生さんを支部長で送り込んでくる。そういうこと、同じことをやってて、この世界、政治の世界は仁義なき戦いなんですよね。で、お互い様だと私は思います。これ、どこの政党がいい悪いとかじゃなくて、選挙はそうやってこうやってて、立憲さんも同じことをやってるわけですよね。だから山太郎さんが東京選挙区で、ご自身の令和新選組の、候補を出すことっていうのは、これはやっぱり政党として活動していく以上、存在感を発揮する意味でも、候補を見送るなんていうことを戦わないで不戦敗で終わったりね、せっかく政党として魂が吹き込まれたのに戦わないっていうのはおかしいですよね。ということを茶は思いました。まあこういうこと、皆さんはどう思いますか？ということで投げかけます。これ結構まだね、大手メディアの方だとか、やっぱ YouTube ちゃうもやってよかったと思います。やっぱそういう意味では2020年、本当の意味で YouTube 元年になってきて、まあ、政治家、政党党首、あるいはこういう大物だとか、いろんな方が YouTube どんどんあれして、こういう政治家の方々も本音でズドンとした話をしてくる時代がやってきたんじゃないかと、ちょっと今日は思った次第です。ぜひチャンネル登録よろしくね。ということで、山本太郎さんもね、 YouTube ライブを初めてやって、チャンネル登録よろしくねって言ってみたかったんですよって、もうちゃんもいつも言ってます。本当、これをね、教えてくれた令和のサポーターの方、教えてくださったんですけど、高久さんがね、本当感謝してます。まあ、良い子の皆さんと政局ウォッチナウはね、いろいろ私も皆さんにいろんな最新情報を教えてますけど、でも皆さんからも教わることがすごく多いです。ぜひ、ツイッターのアットマーク知事選政局ウォッチナウもフォローしていただいて、何かあったらぜひチャオにまでご一報ください。いつも本当にありがとうございます。政局ウォッチナウ、これからも YouTube で押し上げてください。ありがとうございました。チャオ。